足の知識と正しい靴の選び方を紹介する、今回は足の知識について紹介したいと思います。足への負担、そして自分の歩き方の癖を知ると、自分の足の状態を知れますので、それを知ることで何をしてほしいかというと、このようにドン、転倒を予防してほしいと思っております。で、自分の足の癖を知るには何を知ればいいかと言いますと、2つです。かかととアーチで癖を知りましょう。かかとは足のかかとですね。アーチは土踏まずのところですね。土踏まず、そこを知ることで自分の癖を知って転倒を予防していければと考えております。早速まず考えてほしいことがございます。我々は二足の足で、直立二足歩行をする動物ですけれども、この足で一生どのぐらいの距離を歩くと言われているか知っていますでしょうか。地球1周分でしょうか、2周分でしょうか、3周分でしょうか、それとも4周分でしょうか。ちょっと考えてみてください。どのぐらいでしょうか。ここで言われているのは、実は一生の間に約19万キロ4周すると言われています。つまり地球4周分歩ける体を我々は持っているということです。じゃあ負担なく歩けるか、これがとても大事になってきます。そして足はなんでこんなに重要かと言いますと、唯一地面と接しているんです。だからこそ、足が地面と接しているからこそ推進力も生まれるし、胴体という重い体を前に運ぶことができます。つまり足は歩行能力に直結するわけです。それがイメージしやすいように映像を用意したので、ちょっと紹介したいと思います。この方は足が痛くて歩けないという人ですね。この状態で仕事がちょっとできないんだ、困ってるんだってことですね。こうやって言うと、どっか行っちゃうんですね、こうやって。つまり足の能力がかなり痛くて低下しているんです。じゃあどうするかと言いますと、足のアーチとかかとの癖を評価して、実際に足の形をいい方向に誘導してあげることで、このように歩きが変わってきます。これだったら歩けそうですと言います。じゃあこの足のかかととアーチをしっかりサポートできるように、この通りにインソールを作成してみると、このように歩けるわけです。つまり足の状態を知って足を整えてあげると、歩行能力が高まるということです。これがイメージがつきやすい、とても分かりやすい映像だと思いますが、この方は私にとってすごくターニングポイントだったのが、もう仕事にならないとか、じゃあ仕事を辞めようかと考えているという人だったんですけども、今無事に仕事も復帰していて、ちゃんと、その仕事も復帰していて、社会貢献も果たしていて、たまにこう1年に1回とか来るんですけど、まあ、状態もいい状態が維持できているという状態です。で、今回はこのかかととアーチですね。かかとはそのかかと前に倒れる、横に倒れる、外に倒れるか、内に倒れているか。このイラストでは内側に倒れている、右足が内側に倒れている。で、つま先のアーチのですね、内側のアーチの部分が潰れると、よく外反母趾になっているとかイメージありますけど、この自分はどうなっているのかを知ることが大事になってきます。そして足を知ると歩きに直結すると言いましたが、この歩行は実は体力とも相関関係にあります。本来体力は柔軟性、持久力、バランス、筋力、こういった独立した能力があるんですけども、この体力が低下してくると歩行に現れるということですね。なので歩行を見ただけで筋力が悪いのか、柔軟性が悪いのか、持久力が悪いのか、バランスが悪いのかっていうのが、まあ、ある程度予測がついちゃうということですね。というわけで、じゃあなんでこんなにね、この能力に直結するのかというと、さっき見た通りなんですけども、細かく言うと人間の骨は206個あります。この206個のうち、なんと56個、4分の1が足に集中しています。なんでそんなに足に集中しているかと言いますと、まあ、我々は、ね、歩くときに地面を蹴る強力なテコの作用が必要になります。地面の力を利用して蹴り出す力、そして凸凹道でも柔軟に歩ける柔軟性、可動性がないと歩けません。さらにはフラフラしないで立っていられるバランス能力も必要です。そしてジャンプして着地した時に衝撃を吸収する能力も必要。つまり
足はですね、剛性といって力を強める作用とクッション性、そして柔軟性、さまざまな機能がないと本来歩けないということです。だから体力に直結するんです。というわけでちょっとやってみたいと思います。何をやってほしいかと言いますと、バランス能力をチェックしたいと思います。片足で単純に靴は履いている人は脱いで、で単純に片足です。でこの時にももは大きく上げなくて構いません。でおっとっとっと移動したらもうそこで終了です。まずは1分立てるか、どちらかでもいいです。右足でも左足でもいいので、どちらがいいかちょっとやってみましょう。いきますよ、せーの、ほい。でこの時にふらつかないこと、立っていられる、そして真ん中に乗っていられるかってことですね。でふらついても移動できしなずにこう立っていられる、このバランス能力ですね。これが足の能力にとても重要です。さあこうやってふらついてもおっとっとっとなっても持ち直せるバランス能力はありますでしょうか。今ちょうど何秒ぐらい経ちましたでしょうか。今ちょうど30秒でございます。残り30秒です。意外と1分で長いんですね。なので足でこうおっとっとっとなっても、この足のこのバランス制御によって、ね、こう動かしてもちゃんと軸がぶれずに立っていられるというのはまさに足の能力ですね。クッション性、柔軟性、そして、まあ、推進力のこのテコの原理も使いながら立っていると。残り10秒、はい、あとちょっとです。頑張ってください。5、4、3、2、1。さあ1分間経ちましたけども、これも右も左もやってみて、まずは1分間立てる能力あるかどうか皆さんはございますでしょうか。で何が言いたいかと言いますと、じゃん、立ったまま重心を片足じゃなくてどれだけ前後に移動できるかっていう研究があるんですね。これは70歳を過ぎると急激に低下します。つまり加齢とともにバランスは必ず低下するんです。なのでどのぐらい低下するかというと、平均値がございます、ね、65歳から69歳はこのぐらい。なので赤い文字書いてますね、転倒値って。つまり今自分の年齢がここで分かってたら、その年齢の平均値にあるかどうか、そして転倒値より下回ってないかってことが大事になります。もしもうこの赤いラインに近づいてるって場合は、体力を見直しましょう。そして足の機能を見つめ直した方がいいですよってことですね。そうすると転倒予防にも直結しますから、ということでぜひちょっと参考にしてみてください。さて自分の足を知って歩き方の癖や変形に気づくっていうのには、かかととアーチを知るって言いましたけど、もうちょっと簡易的にイメージしやすくするようにフットプリンターっていうものがあります。このフットプリンターは足の一歩ですね、歩幅に合わせてフットプリンターに足がこう乗るような場所に置いて、かかとがついてつま先が離れるという、こう第一歩の距離、一歩というか歩行の中でフットプリンターを計測するのがポイントです。よく立った状態で計測する場合がありますけども、これは単純に動的ではなく立ったままの機能なので、もっと歩行とかバランスに、そして、体力を見るためには必ず動作の中で見る必要があります。これも大事です。もしフットプリンターで形を取る場合があればですね、こういった歩行の中で見ることもすごく大切な視点になります。ぜひ覚えておいてください。そしてかかととアーチで癖を知りましょうということで、これ私の足です。かかとはちゃんと丸い形をしていて、まあ、アーチも土踏まずが、ね、ちゃんとつかずにある程度、まあ、足らしい形をしていますが、この水色のライン、水色の丸ですね、これ何があるかと言いますと、色が濃くなっているんですね。つまりそこに圧がものすごくかかっていますよってことです。現に私はですね、この中指と人差し薬指っていうんですかね、この人差し指と中指の間のところの圧が高まっているところありますね。そこが圧が高まりすぎて、モートン神経腫といって足の裏の痛みが出たことがあるんですね。もう何やっても治んなくて、これ痛風かなと思ったんですけども、よくよく考えて見てみると、モートン神経腫というのがあると。なのでここに圧が加わらないようにケアとか、そしてインソールも作ると痛みなく、今では普通にランニングもできているという状態ですね。なのでそういった癖を知るってことが大事になります。私はここに圧がかかりやすいんだとか、そういった癖を知るのも、まあ、こういった、フットプリンターですねを使うとある程度分かるということです。右下の、まあ、正常なものに対して土踏まずがこう扁平足って書いてあるね、これベチャーっておろろろ
土踏まずがこう ついてるやつですね、扁平足の状態、もしくは扁平足じゃなくて全然ついてないっていうのもあるんです。この黄足っていう、それはそれで負担がかかります。といったある程度足の裏の形、圧の状態を見ることでどういった問題が起こるかっていうのを予測できます。ただご自宅にはないと思いますので、それをどうやって見るかっていうのを紹介していきたいと思います。それが何度も言うようにかかととアーチです。この方は前から見るとこんな感じ、潰れてますね。潰れていて、後ろから見ると右と左で形が違うというのが分かると思います、ね、で実際にこうやってフットプリントを取ってみると、左はべちゃーと、ね、土踏まずのところについて扁平足、右は扁平足ではなく、まあ、若干扁平足の形はしてるんですけど、形はしているんですけども、歩くときにはそこはついていないということですね。で何が言いたいかというと、歩くときに左はかかとが内に倒れているから、こうやって土踏まずがついちゃいますよ。で右足はかかとが外に倒れるからそんなにつきませんよってことです。こうやって右足はこう立ったときにちょっとかかと外に、で左足はちょっと潰れていくってことですね。そういった特徴があるっていうのを知っておいてください。でこれをどうやって見ればいいかと言いますと、ももを大きく上げた瞬間、皆さんはかかとがどちらかに倒れます。その倒れる方向を知っておいてください。私の場合はももを大きく上げるとかかとが若干外に動きます。つまりかかとは外に倒れます。逆にももを大きく上げていくと、だんだん内にこうやって膝が内側に入って内側に倒れちゃう人もいます。皆さんはどっちのタイプかをまず知ってください。私は外だ、私は内だというのがあると思います。右と左で確認しましょう。私は両方ともももを大きく上げるとかかとが外に傾きます。こういったももを大きく上げてどっちに倒れるかというのを感じ取ってみてください。で何が重要かというと、外に倒れる人は外の問題が、内側に倒れる人は内側の問題が起こりやすい特徴があるので、それを知っておくといいと思います。例えばかかとが内側に倒れるわっていう人は、この、まあ、真ん中に分けて内側、これが青い色ですね。で外側がこのオレンジの色です、ね、で内側に倒れると内側の負担が増すんです。つまりふくらはぎの内側だとか内くるぶしの下だとか、そういうものに負担が増します。反対にかかとが外に倒れる人っていうのは、ふくらはぎの外だとか、こういった腓骨と言われる外側の部分ですね、ここが張ったりします。なのでそういう人はかかとが外に倒れやすい特徴があります、ね、特徴があります。さらに言うとですね、この内側に倒れる人、これは実は足の裏にも負担を増します。どういうことかというと、この足の裏の内くるぶしにはですね、こうやって右の上の図にあるように神経、足の裏につながる神経が豊富に走行しています。なので足の裏が痛い人っていうのは、多くはですね、扁平足で潰れて神経を痛めているか、もしくは内側、かかとが内側に倒れることによって神経が伸ばされて負担がかかっているか、どちらかだと思います。なので内側に倒れる人は足の裏にも影響するってことを覚えておいてください。皆さんはももを大きく上げたときにどっちに倒れますでしょうか。一応そういった観点で見ると、内側に倒れる人はこうやって内側の、まあ、新スプリントとか腸母子屈筋腱障害とか有痛性外脛骨とか、いろんな、まあ、病気の可能性を起こしやすいと、もうすでに報告されているんですね。なので、あ、そういうのがあるんだっていうことを知って、実際に内側がすでに張るとか痛いって場合は、自分のパフォーマンスとか、あの体の動かし方とかいうものを見つめ直すいいチャンスだと思ってください。反対に外側に倒れる人、ね、外側に倒れる人っていうのは、このようにかかとの、ね、ところだとか、まあ、腓骨の部分とか外側の問題が起こりやすい。そして特徴なのが、そういった膝にまで影響することがありますよ。で膝の裏もそうです。というのがあるっていうのを知っておいてください。もしかしたら私は足から来てるのかなと思ったら、その専門家のところに行って相談するのもいいと思いますが、まずは真ん中に乗せて練習をして、変化があるかどうかっていうのを確認することも大事だと思うので、ぜひ家でやってみてほしいと思います。今度は立ってアーチに指を入れるということをしてみましょう。かかとの癖が分かったら、これ足だと思って立った状態ですね、立った状態で足のこのアーチ、内側の土踏まずのところに指を入れますね。この時に人差し指の第一関節以上に指がスムーズに入るかを見てください。全然入らない人、そして第一関節ギリギリの人は大体扁平足気味になっています。
で第一関節以上に指が入る人は問題ないと思ってください。逆に入りすぎても問題なんですけども、まずは入るかどうかをチェックしてみましょう。でもう一個ちょっと難しいかもしれませんが、この内くるぶし、ね、内くるぶしの斜め下、斜め下前ですね、前の斜め下のところにこの出っ張りがあります。これ舟状骨と言います。立った状態でこの舟状骨という骨と内くるぶしの距離感を見てください。だいたい皆さん二往し幅で存在していますが、これがかかとが内側に倒れてしまったり扁平足が強くなってくると、このようにぎゅーっと中骨がですね下に下がってきます。そうするとどうなるかというと、指2本幅のだったものが3本幅とか要するに広がってしまいます。こうなってくるとちょっと問題が起きやすくなってしまいます。つまりここにはいろんな筋肉が走ってますので、その筋肉に負担もかかりますし、歩くたびにストレスがかかるところですね。なのでこういったもし余裕があれば指2本幅あるかなっていうのを見てみてください、ね、ぜひこの2つの観点からアーチの特徴を知るってことをしてみましょう。で実際にアーチが低い、指を入れて全然入らないというのは扁平足で、指が入りすぎちゃうという場合は横足という状態、アーチは高い状態です。で実はこれ共に足への負担が増しやすいんですね。でどれをどうやって見極めるかというと、指が曲がってないか、ね、指ちゃんと伸ばせ、パンした時に指が伸ばせるかどうか、あと普段指を見た時にこう噛んでないか、これをぜひチェックしてもください。で大体の多くの場合加齢とともに指は噛んで曲がってきます。なのでこうすると何が起こるかと言いますと、動作の場面で実は足が噛むと安定はするんです。安定はするんですけど前に行けなくなるんです。つまり動きが阻害されます。歩きに阻害、影響を及ぼすということです。じゃあどうすればいいんだということで、一応動きが阻害されると何が起こるかというと、さっき言った体力低下に直結しますよってことを言いましたけど、実は健康も阻害されるんですよっていう報告があったので、ちょっと紹介したいと思います。これは70歳以上の高齢者1705名を対象に、まあ普段歩くスピードで歩く歩行距離、歩行スピードを測定して、それを約5年間調査しました。そうするとですね、だいたい歩行速度ですね、1分間に 49.2 メートルより歩行速度が低下するものは、そうでないものより死亡率が 1.23 倍多いですよって報告したんです。つまり歩くスピードが遅い人ほど死亡率が高まりますって報告したんです。で、歩行速度が 1.36 って書いてますけど、まあ、要するに1時間に 4.9 キロ歩ける、まあ、計算上ですよ、4.9 キロぐらいのスピードで歩ける人は死亡者がいませんでしたよってことです。1時間歩けとかじゃないですよ、1時間歩くスピードがだいたい 4.9 キロぐらいの歩行速度で歩けている人です。なので1時間とかじゃなくて、そのぐらいのスピードで歩ける人です。え、どのぐらいって思いますよね。これ簡単で、あの不動産のチラシとか見たときに徒歩何分とか書いてるじゃないですか。あれが時速 4.8 キロで計算されてるんです。なので皆さんもしチラシとかそういった、まあ、建物とかも徒歩何分で行けるっていうものを見たときに、実際にその徒歩何分のスピードで行ける場合は今の歩行能力に問題がないと思ってください。明らかに時間かかるって場合はちょっと早めに体力を見直した方がいいですよと思ってください。つまり歩行スピードはとても健康に大事だから、指が噛んでしまって動きを阻害すると歩行スピード低下しますから、なのでこういった指の機能を高めることもアーチの機能を高めることにつながります。ぜひ覚えておいてください。で、健康づくりにおいて、じゃあ阻害されるんだから指先を使うように蹴って歩けばいいんでしょってよく言われるんですけど、そうじゃないんですね。そうじゃなくて、これはふくらはぎの蹴る力よりも股関節が伸びる角度、歩くときに股関節が自然と伸びる角度ですね。よく言うのが、私はお尻の服の臀部のお尻のシワがすごくちゃんとしっかりシワができる人の方が股関節が伸びて綺麗に歩けますよ、無理負担なく歩けますよって言います。ただそれを蹴ってやるとそんなに出ないんですね。シワが自然と蹴るんじゃなくて股関節にシワができるような歩き方、つまり指が噛まずに指の腹がしっかり体重が乗って自然と体重が前に移動して股関節が伸びてくる、服のお尻にシワができてくる状態がとてもいいんですよってことが研究報告からも言われています。ぜひ股関節がしっかり伸びるかどうかを、ね、
あとで歩いている時に感じながら運動してみるのもいいかもしれません。というわけでそれを細かく説明しているのがですね、なんと我が師匠が出版した歩行改善メソッドに全て載っております。これはリアク療法士の人も読むとすごく勉強になると思いますが、この本の歩行改善メソッドの中では前の歩幅と後ろの歩幅ということで表現しています。前の歩幅っていうのは足を前についてついて、この胴体が足の真上に乗るまでが前の歩幅です。つまりこの足の真上に乗った胴体がさらに遠くに前に行ったら、これ後ろの歩幅です。で、この前の歩幅は健常者と呼ばれる若い人もそして高齢の方もあんまり変わらないって言ってます。つまりここから足の上に胴体が乗るまではあんまり変わらないんです。だからたくさん歩こうと思ってこう足を前に前にっていうのはそんなに意味がないってことですね。むしろここではですね、後ろの歩幅、ね、足の真上に胴体が乗ってそれがいかに遠くに運ばれるか、つまり股関節の伸展、お尻のシワができるということですね。その後ろの歩幅が圧倒的に高齢者になってくると狭くなる。だから今のうちに予防しましょうといういろんな運動が記載されています。簡単で効果的な運動がいっぱいありますので、もし興味があればぜひ手に取ってご覧になってみてください。そして私からは単純です。やってほしいことは2つ、かかととアーチの癖を知るということです。ということで、さっきももを大きく上げたときに、自然と上げたときに外に倒れる、内に倒れるってありましたね。それをなるべく意識的にどちらにも倒れず、まっすぐ天井に伸びるようにももを大きく上げて立つ、反対も立つ、これだけです。これを1、2、できれば60回毎日やってほしい。これが横にもそして内側にも行かずにまっすぐ立って乗る、まっすぐ立って乗る、これをかかとの状態を良好にするための運動です。慣れてきたら少しずつかかとをまっすぐまっすぐという形で歩く練習するのもいいと思います。で、その後動いた時に負担が減るのを感じ取れれば、かかとのいい状態で動けているということにつながりますので、こうやって定期的にチェックするのもいいですし、それを運動にするのもいいと思います。さらにアーチを刺激するということですね。これは、YouTube で、実際に紹介していると思いますが、この指の腹をちゃんとつけ、指の腹をつけて、で握り拳を作るようにアーチを刺激するっていう運動を紹介していると思います。ぜひこの本の中でも紹介していますので、ぜひちょっと参考にしながらやってみてください。で、実際にね、この本の通りにちょっと解説している映像があるので、ちょっと見てみましょう。このように足をまずパーにして、で指の第一関節でこのようにシワを作ります。で指の腹をつけた状態にして、このようにシワを作ります。でちょっと白くなっているように第一関節のシワを作った状態で、ここの握り拳の部分を持ち上げるようにアーチを刺激します。グッ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 、これだけですね。意外とやってみると難しいんですけど、指の先端がこう曲げるんじゃなくて、指の腹をつけて第一関節にシワを作る、これはこの本でも紹介していますが、とても有効な運動に、アーチの刺激の運動になりますので、しかも別に道具もいらずに簡単にできるので、ぜひ実践してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。足の、ね、癖、負担を知るってことで、かかととアーチに着目してちょっとお伝えさせていただきました。こういった自分の体がどうなっているのか、ね、どういう癖があるのかっていうのを知らないと治療も予防もできないので、なので私はこの言葉が大好きなんですね。予防も治療も気づきから、なので自分の体がどうなっているのかに気づける体、そのために今回のちょっと動画を見て、でかかとと土踏まずがどうなっているのかを、あ、私はこうなっているんだなとか、あ、こういう負担がかかりやすいんだっていうのは、なんか一つでもヒントになればとても嬉しく思います。はい、足の知識、ね、について今回かかととアーチというものに着目してお伝えさせていただきました。次回は正しい靴の選び方というものを紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。この足、ね、かかとはどうなっているのか、でアーチはどうなっているのか、
自分だともっと細かく分かり知りたいとかどうなってるかよく分からないっていう場合もあるかもしれません。そういった場合はですね、ぜひ私はインソールを作成していますので、ぜひコンディションラボでですね、体の状態のコンディション、姿勢、体の形、動きがどうなっているのか私もちゃんと見ますから、それを見させていただいて、あなたに合った足の形のインソールを作成させていただければと思いますので、もし興味があればご覧くださいませ。それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。